ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は新しくなる、はい、ルーム8、はい、まだできておりませんと、うん、そんなところ何もないので、はい、そんなところですが、はい、ちょっといつもやってるところがお客さんで今日いっぱいなので、うん、こちらで、はい、今日は、こちらドン・リチャード・リスの性格タイプの分析から、うん、タイプ2の詳細分析をと思っております、うん、タイプ2、我々のチャンネルでもたくさん、うん、います。チャンネル登録者さんがいらっしゃって、まあ、ご自身タイプ2かななんて、うんうん、初めの頃は2か6か迷ってるみたいなのが多かったんですけども、今日はこちらのこの、タイプ2のドン・リチャード・リソさんが指摘する通常な健全度を聞いて、痛いぐさっときた場合はタイプ2ではないかと、確定ではないかというところで、心当たりがあれば、はい、このタチトークで、はい、と思ってます、はい、ちょっと私落ち着きがなく動き回っちゃいますが、うん、はい、思考センター と、ガッツセンターの動きの違いも注目していただければと思ってます、はいはい、タイプ2、うん、人を助ける人、うん、人の心配をし世話好きで独占欲が強く、うん、操り上手な人物とあります、うんうん、健全な状態、うん、健全なタイプには感情移入しやすく同情心が強く他人に対する共感にあふれている、うん、他人の立場になって考え、うん、他人の必要を気遣い心配する、うん、誠実で思いやりがあり感謝の心を持ち相手を元気づける、うん、親のような役目をし他人の中に本人が気づかないかもしれないような長所を見つける、うん、奉仕を大切にする、うん、タイプ2は極端に気前がよく打ち解け人を助ける愛情に満ち思慮深く、そうすることが自分にとって不都合な場合でも人々が本当に必要としているものを与えるとあります、私の嫁の母親がタイプ2なんですけども、まさしくこんな感じ、いつも笑顔でお正月なんかに行くとテーブルにはもういっぱいの料理が並び、食べ続けても常に次から次へと、ゆうじ君が好きだと思ってねって常に僕の好きなものが出てくる感じですね。で、最高の状態、極めて無欲で私心がなく見返りを一切期待せずに無条件の愛を与える、他人の人生の中に身を置くことを特権であると感じる、成人のようで非常に慈悲深く、慎み深く、良きサマリア人である、とあります。聖書の中の人みたいですね。そうですね。で、来ました。通常の状態。ここを聞いて痛いとなった場合は、タイプ2確定ではないかと。はい、はい、通常の状態。通常のタイプには手助けするよりも自分の感情を語ることの方が多くなる、愛が彼らの至上価値であり、四六時中それについて語り、感情をあらわに示すようになり、芝居がかって、あらゆることに関して善意でいっぱいになる、芝居がかって、だからアピールですよね、そうで言葉で、人に注意を向け賛同しお政治を言う、慣れ慣れしく余計な心配のしすぎで押し付けがましくなり始める、彼らは必要とされていなければ気が済まず、つきまといおせっかいをし世話好きな友達を装って他人に干渉する、他人に十分なことをしてあげられないという自己犠牲的な母親的人物になり、満たすべき必要を作り出し、あらゆる人のためにくたくたになるが、自分が投資した人々に対して独占欲を持ち嫉妬する、人々に自分を頼りたがってもらいたがり、あらゆることを報告させたがり、許可と助言を求めに来させたがる、徐々にうぬぼれが強く自己満足的になって自分が必要不可欠だと感じるようになり、自分がしてやったことを過大評価して自分が与えたものに他人が感謝しているように感じ始める、恩着せがましく横柄で尊大で高圧的になる、自分の親切に対して常に感謝され、
尊敬されることを期待し始める、うん、新気象になったり他人のための善行のせいで、うん、受難に遭っている殉教者の役を演じることもある、うん、まあ、アピールな感じですね。私はいっぱいなんかやってあげてますよっていう、私は大変なんですっていう感じですかね。感謝してよみたいな。なるほど。感謝してよとは言わないけど、はい、多分やってあげてるアピールじゃないですか。そうですね、うん、どうでしょうか。なんか若干、うんうん、他のタイプよりも、うん、多いきついのが多いなってちょっと感じました。はい。で、不健全な状態、うん、不健全なタイプには自分が感謝されていないと感じ、うん、憤慨しひどく愚痴をこぼす、うん、自分の動機と自分がどんなに攻撃的で利己的になれるかについて極端に自己欺瞞的になり始め、うん、ごまかしがうまく自己の利益第一になり他人を傷つけ人の過ちと弱さにつけ込む、人を蔑み見下す発言をするようになる、次第に高圧的で豊満になり欲するものは何でも得る権利があると感じる、昔の親切は報いられ感謝の印として金が与えられ、金ですかね、特別の行為が寄せられなければならない、他人の防恩恩を忘れることによって犠牲になり不当に扱われたと感じているため自分のすることすべてを正当化し弁解することができる、抑圧された怒りは心身症的障害かっこ転換反応となって現れる、まあ、転換反応っていうのは抑圧された心の中の願望が身体的症状となって表に出ること、うん、転換するみたいな、ね、はいはい、で分裂の方向、不健全なタイプには他人から恩知らずの報いを受けたと感じると憤慨し、うん、激怒する、うん、タイプ8の方に動くと自分がしてほしい通りに答えられなかった人々を攻撃する、うん、堕落したタイプには身体的に乱暴になり、うん、残忍になることさえある、うん、それも通常自分に最も近しい人々、うん、彼らこそ自分が最も目をかけ優しくしたのだ、うん、と思っている相手に対してそうなるとあります、うん、なんでこれあの外面はとてもいい、うん、優しい感じだけども、うん、なんか中ではなんかいびりまくってるような、うん、多分いっぱいやってあげてる、まあ、家の人の、うん、まあ、近い人の方がやってあげてる感覚が強いんでしょうね、うん、だからこうマウンティングじゃないですか、私はの方があなたたちにいっぱいいろんなことやってあげてるでしょ、はい、みたいな。なんでこの人たちが外で愚痴をこぼしても、うんうん、えなんでいいおばあちゃんじゃないとか、うん、いいお母さんじゃないって見えてるかもしれないけど、うん、なんか近くにいる人は違うみたいな、うんうん、多分そういうのがそういうアピール、さっきのアピールみたいなのがいっぱい来るんじゃないですか、ね、はいはいはい。で、統合の方向、うん、健全なタイプ2がタイプ4に動くと自分の真の感情に触れ自分自身の本当の姿に気づくようになる、うん、感情面で正直になり、うん、自分自身の肯定的な面を受け入れたのと同じく、うん、自分の攻撃性や混合した動機を十分に認める、うん、自分の進化に基づいて無条件に自分を愛することにより、うん、愛されるためには何もかもに親切である必要はないと自覚する、うん、自分自身であることができ自分自身をもっと完全に外に出せる、うん、人間関係はもっと正直で人間的、護衛的、護衛的っていうのは相互の語に恵むっていう字ですね、うん、で満足いくものになるとあります、うん、やっぱりあのハートセンターの人たちなので、うん、やっぱり感情をお元にしているがその感情を外に使ってるんですかね、うん、なんかこう自分の気持ちが大切って感じじゃないですかね。あ、この人たちにとってはこのハートセンターの人たち、はい、このうちで2の人と1の人が喧嘩したことがあって、はいはいはい、おっとなるほど1の人はなんか合理的に喧嘩をするじゃないですか、ルール、はい、これはこうすべきだみたいな、はい、こんなことできないあなたたちどうなのみたいな、はい、ことを攻撃するわけですよね、はい、それに対して2の人はそんなこと言う、そんな言葉を使って言う人どうなのみたいな気持ちの方が、なるほど、人としてそんな言葉を使っていいのかみたいな、なるほど、タイプ6としてはどっちも分かる、まあ、タイプ9もまあ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 、どっちもそうだよねって気持ちですよね、はい、そんなことを言うべきではないみたいな、はい、うん、それも正論、そうそうそう、それも正論です。で2人が喧嘩して結構大変でした。なるほど、
まあ、タイプ6、タイプ9は苦しいでしょうね、それは。間に立って、まあ、あでもまあ分かるんですよね、はい、僕も場が大切なので、うんうん、場が大切、そう、場を保つにはルールも大事だよね、うんうんうん、でも傷つけちゃダメだよね、うんうん、も思うんですよね、うん、はい、そう、だからみんな我慢しようって言いたくなる、うん、はい、だからみんな仲良くしようですよすいません、 いろんなタイプがあって面白いですね、うんうん、はい、で幼児期の原点、うん、幼児期の原点、父親もしくは父親的人物と愛憎半ばする関係で結びついている、うん、重要な要因はタイプ2は子どもの頃、うん、他人に尽くし、まず父親から愛情と褒め言葉を勝ち取ることで家族に溶け込むことを学んだ、うん、ということである。彼らは他の兄弟に対して小さなママ、うん、いや小さなパパを演じることを学び、うん、そうすることで不在のさもなければ遠くに離れた父親から褒めてもらうことを覚えた、うん、とあります。なんで僕の表ではなんか結構タイプ2の人は、うん、なんか長男とか、うん、長女がそうなのかなって勝手に思ってます。あ、なんか母親的タイプ、ね、そう、なんか父親が忙しくてずっと家にいなくて、うんうん、まあ、妹とかができた時に母親的、うん、父親的な、母親の代わり的な、代わり的なことをしなければならなかったっていう人がなってるんだなってちょっと思ってます、うん、違ったらすいません。まあ、生まれつき説もありますか、ね、まあそうですけど、ね、もちろん、ただまあ そういう生まれつき持って、うん、そういった過程でそれが強くなっていくっていう感じですかね、うん、ですいません勝手に結びつけちゃいました、はい、根源的恐れ、自分だけが愛されず望まれないということ、うん、根源的欲求、愛されること、うん、二次的動機づけ、うん、タイプ2は他人に対する自分の感情を表現したがり、うん、人々を助けたがり、うん、自分の行為を感謝されたがり、うん、他人に対して大きな影響力を持ちたがり、うん、他人と親密になりたがり、うん、他人にとって必要でありたがり、うん、人々を支配したがり、うん、自分が他人に対して行った欲求を正当化したがるとあります、うん、で健全な自己感覚、うん、私は世話好きで愛情深い人物である、うん、隠された不満、人は私が彼らを愛するほど私を愛してくれない、うん、けれども私はいつも愛している、うん、ちょっとかっこいいですけど主要な防衛規制、うん、同一視、反動形成、うん、否認とあります、うん、まあ、同一視というのは他人を自己の拡大したものとみなすこと、うん、やめてくれよって感じですね、うん、ごめんなさい。で、反動形成というのは受け入れがたい欲求を抑圧して、うん、その欲求と正反対の行動を取ろうとすることとあります。で、固有の誘惑、自分はいつも善意であると考えること、通常のタイプには自分の隠された動機や感情的欲求は一切持たず、自分が完全に善意でいつも心から他人を愛していると考え始める。彼らは自分自身の欲求もそれを満たすために自分が他人を利用しがちだということも認めないとあります。固有の短所、虚栄心、タイプ2が自分の美徳や立派な行為に対して特別の満足を覚えるような優越感の方、これは彼らがその優徳を崇められ虚栄さを褒められ自己犠牲を報いられ気前の良さに見返りが与えられるようにそれ自身に注目を集めるための善性であるとあります。で、固有の長所、無欲の親切心、極めて健全なタイプには自分のことも礼を言われ報いられることも自分が何かしてあげた人々が敬意や感謝の気持ちを持つことすら一切考えずに無欲に他人を愛する。彼らは私心なく親切をしようと賢明で利己心や見返りということを考えることもなく他人のために他人を助けるとあります。やっぱり素晴らしい、本当に嫁の母親はですね、うん、断るごとにわざわざうちまでいろんなものを与えに来てくれるんですね、うんうん、それいつもタイプ6の僕は申し訳ないって思うんですよ、うんうん、まあ、2の人は受け取ってあげた方が、はい、でも僕としてはなんかいや来た時に事故にあったらどうしようとか、うん、そういうことが心配なんですよね、うんうん、そう
交通事故のリスクってあるじゃないですかって、うん、それを言うと、あ、私の愛が違うんですよ、心配なんですよことを多分2の人は思いがち。なるほど、うん、なんでこれは、うん、ありがとうって受け取る、受け取ってあげた方が2の人は喜ぶと。でたまに感謝の気持ちを表す、まあ、感謝の気持ちは多分常にね、もちろんもちろん。で取り柄、うん、うぬぼれと存在さが大きくなっても、うん、通常のタイプにはまだ彼らが全くごまかしや高圧的な振る舞いに陥らないで済むだけの他人に対する真の同情心を持っている、うん、他人に自分を重ねてみるという、うん、彼らの健全な能力は彼らがより健全な態度や行動に復帰するための触媒となるとあります、うん、なんで私一番初めにエニアグラムやった時に、うん、タイプ2だって出たんですね、うんうん、ただこの取り柄を読むと、うん、他人に対する真の同情心、落ちた時でもそういうのを持ってるっていうのを読むと、うん、ないなって思いました、うん、そこまでその落ちた時に人を気遣うとか、うん、人のためにっていう気持ちにはなれない、うん、まあ、より 2だとするとより愛が欲しくなるじゃないですか。あ、なるほど、落ちた時に、なるほど、まだ足りないまだ足りないみたいな感じだから、はい、落ちたとしてもその他人に対して、でもどうしてもやっぱ落ちると、うん、俺大丈夫か俺大丈夫かってなる感覚はすごいあるので、タイプ2じゃないなって思いました、うん、で、構造様式、うん、ここで基調となるのは間接的行動である、うん、個人的に必要と欲求は遠回しに他人への奉仕を通じて表される、うん、通常から不健全なまでの段階のタイプ2は自分が他人から欲するものを率直にそうとは言わずに伝える、うん、無意識の必要や隠れた欲求や隠された動機が彼らの人を愛し同情し建設的である感情と無意識の憤りや攻撃性、往々にして同じ人々に対する、まあ、身近な人々ですかね、との間に緊張と葛藤を生む、これらの内的葛藤は他人に対する攻撃的行動、横柄で高圧的な振る舞いという形を取ると同時に自己に向けた攻撃性、自己犠牲及び道徳的マゾヒズムとなって表に出る、この内的葛藤は意識的に抑圧されるが、彼らの攻撃的衝動は無意識のうちに、また対人関係において代償を取り立てる。この様式とは対人関係及び精神内部の緊張であって、しばしば心の苦しみと身体の病気を引き起こすと書いてあります、うん、やっぱり不健全なタイプ2が身近にいるとちょっときつそうですね、うんうん、健全度が高いときは無償の愛的な感じじゃないですか、はい、もう見返りを一切求めずにやってあげる人みたいな、はいはい、それがこうだん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 求め出すわけですよね、下がれば下がるほど。そうですね、で周りも結局はこうなるじゃないですか、離れたくなる、うん、こうだん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 こう苦しくなる、こうしてもらう側もこれでも足りないのこれでも足りないのって、どん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 こう大きくなっていくじゃないですか、6無理ですそれって、はい、っていうので多分周りの人が離れていく。そうですね、うん、だから健全度の高い無償の愛みたいな、あなたが幸せならそれでいいみたいな。なるほど、っていうには多分素晴らしい意味なんだろうな、はい、で必然的結果、うん、堕落していく人が誰でもそうであるように、うん、不健全なタイプには愛されたいという根源的欲求を失い、うん、逆に自分だけが愛されず望まれないという根源的恐れを招いてしまう、うん、彼らがだんだん支配的で高圧的になり、うん、うぬぼれによって傲慢で慢心した状態になるにつれ、うん、他人は彼らの周りにいることに耐えられなくなっていく、それは皮肉なことに他人の反応の方が本人の自分に対する自己欺瞞的な主張よりもタイプ2が実際にどれほど愛情に満ちているか、もしくは自尊心で思い上がっているかを示す、まあ、他人の行動の方がということですね。もし彼らがいつも対人関係で揉め事を抱えているとすれば、その問題の原因はきっと他人ではなく彼ら自身にあるはずである。タイプ2が心に留めておくべき最も重要な一点は、もし自分は愛情に満ちていると主張し他人に尽くすことだけを願っているのなら、
彼らは最も高邁な理想に献身していることになり、その基準によって評価されるだろうということである。愛情深くあろうとするなら他人に惜しみなく与えなければならない。そうするためには常に自分のエゴを超越しなければならない。どんなものでも自分が他人に与えたものについて自分に注目を喚起したり称賛を期待し始めたりした瞬間に彼らは間違った方向に向かい、結果として挫折し苦しみを味わってしまうことになってしまうとあります。やっぱりなんで難しいですね。そう、あの見返りを求めちゃいけない、これはなるほど。まあ、そう、でも、まあ、本人が難しいっていうのもあるけど、でもタイプにはそれができるって話ですもんね。できる、こう健全度が高ければそういうのができる。で下がれば下がるほど称賛を求めたりとか見返りを求めたりとかしだすよっていう、でなんか注意しましょうみたいな。でそれは、うん、自分が思っているよりも他人の行動でそういうのが出てるよって話ですよね。だからこう大きせがましくなったりするとこっちもうわって思うじゃないですか。思いますね、はい、やってあげてる、やってくれてるって思ってるレベルでは、はい、ありがとうって感じだけど、はい、いつもやってあげてるのにあみたいな。いいですいいですってなると自分でできます。そう自分でできますはい、はい、でそうなるとこう周りの人がどんどん離れてきますよ、はい、みたいな、はい、いかがでしたでしょうか。見の人、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしい？はい、大丈夫です、はいはい、ありがとうございました、はい、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。